不協和音は、日本の女性アイドルグループケヤキザカ46の楽曲。秋元康氏が作詞、バグベアが作曲した。2017年4月5日に、ケヤキザカ46の4枚目のシングルとして、ソニーレコーズから発売された。楽曲のセンターポジションは、平手ゆりーなが務めた。DVD 付属のタイプ ABCD、CD のみの通常版の5形態で発売。 発売日は2017年2月14日に、ケヤキザカ46公式サイトで告知。選抜メンバー及びセンターポジションは2017年2月27日放送の、ケヤキザカ46の冠番組、ケヤキって書けないで発表。タイトルは2017年3月11日に、ケヤキザカ46公式サイトで発表された。不協和音は、 同時に響く二つ以上の音が、協和融合しない状態にある和音という意味を持ち、漢字のみのシングルタイトルは乃木坂46を含む坂道シリーズにおいて初の出来事だった。不協和音は発売に先駆け、2017年3月18日に、ケヤキ坂46こちら有楽町、星空放送局でラジオ初放送。歌詞は、群にるのか、君は、 イエスというのかなど、複数の人物が議論を交わしているような仕上がりになっており、僕は嫌だという特徴的なセリフが登場する。作曲したバグベアは、僕は嫌だの部分について、言葉は、僕は嫌だ。ではなかったですけど、作曲段階でもちろん入れていました。ラジオでもそこが、決め手となったと、秋元先生がおっしゃってくれていて、固定概念にとらわれず、 叫びを入れて良かったと思っておりますと語っている。プロモーションとして、2017年4月4日から1週間、全7種のポスターが、東京都渋谷区の、計14カ所に掲示された。ポスターには、スマートフォンをかざすと埋め込まれた画像データから、ケヤキザカ46のフォースシングル、不協和音のサビ部分のパフォーマンス、メンバーのコメントなどの動画を視聴できるココアにの、 AR 技術が採用された。タワーレコードでは、購入者、抽選10名にゆいちゃんズの直筆サイン入り、取り下ろしポスターがプレゼントされた。ジャケット写真には、ひらがなけやきのメンバーも参加している。本作は2017年4月4日付の、オリコンデイリーシーリーシングルランキングで推定売り上げ456,518枚、2017年4月17日付の、 オリコン週刊 CD シングルランキングで推定売り上げ63万2667枚を記録し、それぞれ1位を獲得した。オリコン週刊 CD シングルランキングにおける1位、獲得数は、ファーストシングル、サイレントマジョリティから4作連続で通算4作目、デビュー1年以内で4作目のシングル1位獲得は、女性アーティスト史上初である。その後、 2017年3月度のオリコン月間 CD シングルランキングで推定売上げ63万2667枚を記録し月間3位を獲得。ビルボードジャパンによれば2017年4月3日から4月5日までの3日間で推定売上げ57万4720枚に到達、その後も売上を7万4720枚伸ばし、 2017年4月17日付のビルボードジャパントップシングルスセールズで推定売り上げ653,032枚。2017年4月17日付のビルボードジャパンホット100で総合ポイント4595を記録し、それぞれ1位を獲得した。1週目はルックアップ、ダウンロード、ツイッターで1位。2週目はダウンロードで4位、ツイッターで1位。 動画再生で3位を獲得した。2017年5月10日には75万枚以上の出荷枚数を達成し、日本レコード協会からトリプルプラチナ作品としてゴールドディスク認定された。ケヤキシッ46にとって初のトリプルプラチナ作品となった。スペースシャワー TV のスーパーヒッツパーフェクトランキング50では2017年4月8日。 放送文で1位を獲得。僕たちは付き合っているに関するカテゴリー。ありがとうございます。